に、ダニオプレスの、選手ということになったわけでございます。まあ、それまでは、ゼロワンあるいは IGF と、所属しておりましたが、まあ、やはり大日本プロレスに、ね、入団することで比較的に、ね、試合数も増えますし、まあ、なんといっても、ゼロワンの頃から上がり続けているリングで愛着ももう湧いてきたと思われます。そんな中、大日本プロレスのリングに、というか大日本プロレスに、橋本大選手が、新たに仲間として加わってと、これは団体としても大きなことではないかなと思われます。その傍らには、無二の、ねパートナーでございます橋本和樹も立っておりますが、本日は作田を、合わせての、トリオで登場。そして対戦相手、先頭が菊田和美、続いてガッツワールド吉野達彦、最後は、丸山敦でございます。まあ、この橋本大地の加入が、さまざまな選手にね、やっぱり、気持ち的にも、精神的にも、何らかの影響を与えると思いますが、まあ菊田選手はやっぱり同じ蹴りを使うということで、結構早い段階で、デビューしてもう数ヶ月ぐらいの時点でやっぱり橋本大地、に対する意識、非常に強く打ち出してきてまいりました。まあ、そんな中、同じ大日本のメンバーとなった中、今後菊田と、橋本大地の、絡み、注目されるのではないかなと思われます。もちろん相手はサラブレッドでございますが、この菊田和美、臆するとか全くなくてですね、本日は吉野そして丸山とのトリオで登場でございます。第1試合、さあ先発は丸山と橋本和樹です。さあ 1.4 新木場走り2回開催するゴングになりました。まあ、ここ数年1月4日この新木場で大日本プロレス大会を開催するのが続いておりますけども、この日もですね、新日本プロレス東京ドーム、と同時刻、ほぼ同時刻という中で、379人、同時刻でもないのか、はしごできた方もいらっしゃいますね。この時新日本プロレスは、17時開始ですから、こちらが、12時開始ですので、ラダーの下方もいたでしょうね。379人超満員札止めのお客様にお越しいただきました。昨日の新木場ファーストリング大会でございます。まあ、昼間の大日本というのもね、あんまりねその感覚として、まあ、商店街プロレスとかそういったものはね昼間やりますけども、ここを新木場あるいは後楽園ホール大会となると、やっぱ夜が多い大日本でございます。まあ、そんな中この1月4日の新木場ファーストリングと次の1月24日の後楽園ホールも12時開始ということで、なかなか珍しいですよね、大日さんの、昼っていうのはね。まあやっぱデスマッチとかあるいはそれ以外のハチャメチャな試合っていうのはね、こう夜暗くなってからこう秘密の集会みたいな感じでやると盛り上がるわけでございますけども、一歩外に出るとまだ青空が広がってる中、今日の大日本プロレスってどんなものを見せるかと。まずはグラウンドの攻防を見せております橋本和樹と丸山氏です。丸山選手もねずっと大日本プロレスに参戦し続けておりますけども、今のところストロングももちろんデスマッチもこれといった、アピールは、しておりません。2016年、まあどちらかとなるとやはりこの選手はストロングの方になるんですかね。ストロングヘビー級戦線でねもっとこう自己主張してくれると面白い存在になると思うんですけどもね。さあ変わりました、吉野達彦そして作田敏行です。まあ、吉野選手に関しては先日ちょうど12月に行われましたガッツワールドの新規ファーストリング大会の模様がニコプロでも放送されましたので、ご覧になった皆様もたくさんいらっしゃると思います。アウォーダーダッシュは長かったんですが、非常に素晴らしい試合がね見られたということで評価も高かったですね。まあ、そういったものもあって、こちら大日本プロレスもね、継続して参戦しております。
それに対し桜がこの動き非常に素晴らしい動きをします。本当に豆ダンクとはこのことだなと思ったんですけど、まあ、なんて言っていますかね、本当まあ、ちょっと古い話になりますけど、スピロアストロみたいですね。もちろんルチャドールではないんですけども、こういった機敏な動きをこの世代だけで見せると、我々の世代となるとイコール、スピロアストロなんですよね。今で言うとあれですかね、ストゥーカですかね。そういった、イメージが湧いてまいります、このサクタでございます。もちろん飛び技だけではございません。さあ、そんな桜がいい動きを見せた後を受けまして、橋本大地登場。当然出てくるのは菊田和美です。この菊田、12月31日年越しプロレスでは高道のくと、のコンビで3団体シャフルパックトーナメントに出場いたしましたが、残念ながら1回戦で敗れてしまいました。しかしながら伊藤隆二、関根隆一の、コンビとなかなかの試合を見せました、この菊田和美です。まあ、若手の中でやはり体格的に恵まれております宇藤義久に注目が集まるわけでございますけど、もちろん後陣を拝しているつもりはございません、この菊田和美。大日本のデビューは菊田和美の方が早いわけでございます。この選手も2016年どういった自己主張をしてくるか非常に楽しみです。まあ、若手が自己主張するのは当然でございます。上に行きたい、あるいは先輩に勝ちたい、この選手とやりたい、まあ、そういった主張はあって当たり前です。それ以上の、具体的な何かですよね。そしてそれを実現させるために実際自分で動くことです。タイトル挑戦したいです、誰々とやりたいですと口で言ってるだけでは実現しない。それを実現させるためには何をやるか、何を積み重ねるかといったところが2016年突破口になるのではないでしょうか。そんな北風にサッカーボールキックを連発すると、橋本たちがにやりと笑った当たりの強いエルボーです。さあ、ローキックで菊田を倒しストンピング、一発の打撃が試合に火をつけてまいりました。ボディースラムからニードロップ、溝落ちのあたりにニードロップを落としました橋本大地です。そして立ってくるのを待って、どうやら左のミドル来るのか、いや左のローです。ユナイタイのローキック、さあカウント2で返しました菊田です。先に仕掛けたのは菊田の方ですが、それを受け切った上で橋本大地が打撃で菊田を応援しております。カウンターのドロップキック、顎に突き刺さったカウンターのドロップキックです。さあ、そして吉野達彦、これはいいですね。ガッツワールドの吉野達彦と橋本大地が正面からぶつかり合うというね、さあ来るぞ来るぞ、さあ爆殺シューターが遠くが、これがかわされる右ハイキック、しかし回し蹴り、動きを止めます大地、それでも止まらない、ソバットやり返す、あーニールキック、これは頭にヒットですね。いや、まさにニールキックならぬフライングニールキックと言っていいですね、これはね。さあ、サッカーにつなぎます。突進してショルダーをぶつけて、いや、テイクのドロップキックではない、これも背中、さあ今度は吉野がピンチに陥っております。まあ、ガッツワールドでね、タイトル戦線に絡むような吉野達彦から勝利を挙げると、それはそれで勲章になりますが、ライオンサルターかわされてしまいました桜です。すぐさまコーナー最上段に上がってミサイルキック、両腕を広げての非常に見栄えのいいミサイルキック、やり返してからタッチです。さあ丸山氏も出てまいりました。
赤コーナー側では最もキャリアを積んでおります丸山氏。藤沢氏のハイキック、そしてこのつなぎはまるで高道のこのスーパー系のようなつなぎ。カウント2。さあバックを取ってジャーマンを狙うが、これを背後に着地する。さあ動きを止めた丸山が突進していったんですが、待ってたのはカウンターの膝への低空ドロップキックです。さあ橋本和樹の気合に菊田がこうする、エルボーで、エルボー一発で新木場ファーストリングを沸かせる2人、首ごと持っていかれる、顔だけではなく首ごと持っていかれる菊田。ガットショット、足元がロープ飛ばす、ラリアットかわした菊田がエルボーをぶつける。そして吉本丸山が入ってきて分断に成功です。さあわずか数秒で孤立してしまいました橋本和樹。この辺が6人タッグの怖いところ、リング上にいるのは自分のみ、大地もそして桜も入ってこられない。3人がかりの攻撃を浴びております橋本和樹です。フィッシャーマンズスープレックスホールド、コアミシキスープレックスカウント2。リング中でしたが橋本和樹がボディを叩いてカウント3を逃れました。さあここはチャンス、劣勢に回っている橋本和樹対し、蹴りを止めません。菊田和美フォール行く、カウント2。さあ勝負に出ました菊田です。バックを取ってハーフムーンですか、いやクルネルソンだ、クルネルソンスープレックス狙い、おっと前方回転膝十字、いや違う、アンクルだアンクルだ、膝十字ではない、アンクルホールドに行きました。前方回転足首固め、これを相手の足で、あーしかし待っていたな、 PK だ。カウント2、すぐさまアンクル、1難去ってまた1難、あーロープに近づいたんですが離されました離されました。さあ逃さないとばかりにガッチリ決める和樹、右手がキャンバスを叩いた。10分23秒橋本和樹選手の勝ち。最後は PK からのアンクルホールド。